えー、今回はですね、JAXA がですね、えー、日本のね、JAXA、宇宙機関の JAXA が、えー、先日打ち上げた、えー、H2A ロケットで打ち上げた月探査船スリムですね。 えー、こちらの方が無事月面着陸を成し遂げまして、えー、また搭載していた Rev1、Rev2 という小型月面ロボット、えー。こちらの方がスリム自体を撮影して地球に送ってきたということで、えー、こちらについて、えー、解説いたしたいと思います。あの、たくさんの人たちから解説してくれと言われてたんですけれども、あの着陸は成功したんですけれども、えー、その詳細分析の発表がまだ JAXA からされてなかったので、えー、まあ今、 解説しても、しょうがねえだろうということで、えー、今日まで、えー、待っておりましたが、まあ、一通りの、えー、データ出てきましたので、えー、解説したいと思います。今回の、えー、月面着陸、えー、国で言うとソ連、まあ、旧ソ連ですね、アメリカ、そして中国、インドについて、えー、5国目となります。えー、日本はこれまで、えー、月周回の撮影、ね、月観測衛星の家具や、 月面の様々な場所の撮影データを、えー、地球に送ってきている家具や、あその後、えー、月に激、えー、突する、まあ、宇宙船、こちらの方はですね、えー、ちょっとうまくいかなかった、着陸できなかったんですけれども、えー、そして民間宇宙船アイスペースが打ち上げたやつですね、こちらの方も失敗されたということで、えー、ついに3度目の正直ということで JAXA が成功させました。 しかも今回の探査機のポイントというのはピンポイント着陸というのが非常に大事な技術でございます。100メートル以内の誤差で着陸をする。まあ、実際55メートルぐらいの誤差だったらしいんですけれども、見事ですね、ほぼ狙ったところに着陸ができたということで、こちらは素晴らしい成果だと思います。あの、月は地球と違って大気がありませんので、 えー、再突入時にめちゃくちゃこうねあの大気とのこう断熱圧縮って言うんですけれどもまあ大気にこうぶつかって燃えていくね熱どんどんこう表面の温度がどんどん上がっていくんで耐熱シールドが必要だったりしますがあと突入角度もですねあまりあの突入角度が浅すぎるとまさにあの皮とかであの 石をこう飛ばしたりとかするじゃないですか。あの跳ねるみたいな感じで飛んでいっちゃったりとかするんで、あの突入角も深すぎると今度燃え尽きちゃうし、浅すぎると飛んでいっちゃうし、なかなか難しいんですが、あの、そういう難しさはないんですが、逆にこう大気圏に出たら地球の場合パラシュートとかを開けば減速されますが、で、ふわふわ降りてくるんでピンポイントに着陸することも、まあパラセーリングとかの技術使えばできるんですが、 え、あるいはグライダーでもいいですけれども、そういうのがですね、月の場合はできないので、まあ、あの、減速しながら、要は一回月周回軌道に入って、そこから徐々に減速をして着陸をしなきゃいけないということで、この辺がかなり難しい技術になってきています。特に月の表面は、まあ、地球みたいに海があるといいんですけれども、えー、月の表面でこぼこしたところが多いです。 あの、ほとんど、まあ、クレーターがあっても風化しないんで、えー、そのままクレーターのままになったりとかしてるので、でこぼこしているということ、なかなかね、ピンポイント着陸が難しいと、えー、されております。斜面にね、着陸したら倒れちゃったりとかするんで、今回のスリムは倒れることを前提に作られております。えー、ということでですね、えー、無事ね、50、 高度50メートルぐらいまではかなり高精度で、えー、ほとんども狙った場所に着陸する予定だったんですが、えー、スラスターという、まあちっちゃなロケットエンジンだと思ってください。二液式ですね。ヒドラジンとかを使って、ヒドラジンと多分4酸化ニチストですかね。えーまあ、混ぜたら燃えるみたいな、えー、燃料があるんですけれども、これを使って、えー、これがメインスラスターって言って、その減速するためのスラスターですね。これが2つついてます。 で、あと、えー、10機ぐらい、あの、姿勢制御用のちっちゃなスラスターがついておりますが、今回50メートルぐらいの地点で、この、えー、スラスターのうち片方がもげて、あの、月面に落下してるのも自分のカメラで、えー、その落下していくスラスターが、えー、見えてます。写真に撮られてます、えー。ということで、まあ何の原因でそのスラスターがもげたのかわかりませんが、 こちらの方で三菱重工製のセラミックスラスターという部品でございます。これ何かっていうと、普通スラスターって金属で作ります。普通の、まあ、まあ、ロケットエンジンの場合は、まあ、スラスターってロケットエンジンのことなんですけど、ちっちゃいやつをスラスターって言うんですね。で、まあ僕らのエンジンもそうですけど、通常金属で作って再生冷却という、まあ要は、 燃焼室をラジエーターみたいなもので覆って、そこに燃料を循環させて冷やすと。えそれによって、あの、金属が溶けないようにするっていう。大体いいね、スラスターの中の温度って3000度ぐらいになるんで、あの、すべての金属溶けてしまいますので、溶けないように、周りに液体を循環させて、冷却して、焼損しないようにするっていうシステムをとってますが、まあ、そう、それをやると重たくなるんで、当然ながら。で、月着陸船って、 あの、あれ、乾燥重量で200キロ台ですよ。でっかい H2A ロケットで、あれ多分ね、静止軌道でも多分2トンとか4トンとか打ち上げられるような、あのロケットなんですけど、静止軌道で2トンとか打ち上げられるのに、えー、月にはたった200キログラム。まあ、もちろん推進剤も入ってるんで、もうちょっとあると、まあ、1トンまではいかないと思います。500キログラムぐらいはあると思いますが、 え、それを月周回軌道に送り込むだけでもかなりの、ね、あの H2A ロケットでたったそれぐらいしか持っていけないわけですよ。だから、もう削れるところは削りたいということで、今回セラミックを使ってます。まあセラミックだと、えー、3000度にも耐えられる耐熱セラミックスってあるんで、それを使ってるんだと思いますが、えー、この実はセラミックスラスター2回目の使用です。1回目、まあちょっと使用は変わってると思いますけれども、1回目は金星探査機の 暁というところで、もう10年以上前ですかね、使われておりまして、実は、えー、これも H2A ロケットで打ち上げられてますが、えー、実はこれ、エンジントラブル起こして、今トラブルシュート中ですかね、えー。まだ一応生き残ってはいると思うんですけれども、 まあ一緒に打ち上げられたのがソーラーセール実証機のイカロスなんですけれどもイカロスはうまくいったんですが金星探査機の暁はこのセラミックスラスターが故障して、えー、トラブってますつまりこのセラミックスラスター2回とも2回打ち上げて2回とも失敗してますっていうことですねまあ失敗じゃないですけどまあかなりやばいとまあそれぐらい難しい技術はあるんでしょうけれどもうんまあ僕らが見てる限り、まあ 月がどのようにトラブったのか知りませんけれども、えー、知りませんっていうか誰もわからないですけども月探査機と同じようななももげ方をししているのかもしれないですでも根元からもげてるんで燃焼室ごとノズルだけ吹っ飛んでるとかじゃなくてもう燃焼室ごともげてるんで、まあ、僕らの経験則からすると本当に僕らが15年前とかにやってたロケットエンジンの失敗にすげえ似てるなと思って。 えーまあ、燃焼室内で異常燃焼して、えーまあ、スパイクって言ってドカンとまあ爆発するみたいなちっちゃな爆発が起きてフランジっていう,こうつないでる部分のボルトとかが多分壊れるぐらいの爆発が起きたんじゃねえかなみたいな話をしてましたが何が起こったのかはまだこれからの分析の発表を待ちたいと思いますがとにかくこのセラミックスラスターがもげたのが。 え、ちょっと誤差が出た原因だし、まあ、実際今回倒れ、倒れること前提に設計されてるんですが、倒れ方が逆に倒れたみたいな感じで、えー、光が太陽電池パネルにあの当たってなくて、なので、えっと、中継多分見てた方々はもうなんか、着陸しましたって早々にもうなんか、 誰もいなくなったみたいな感じだったのは、もうプロジェクトマネージャーの人たち含めてですね、7時間か8時間ぐらいしかバッテリー、内蔵バッテリーで動かないので、その間に、レブ1、レブ2から、えー、もうなんかいろいろやらなきゃいけないし、そのスリム本体もなんとかね、あのカメラとかの映像とか、落ちていくときの、降りていくときの映像とかも取り出さなきゃいけないということで、めっちゃみんな慌てて頑張って7、8時間でデータを取り出したんだと思います。 なので、めちゃくちゃみんな焦ってたんだと思いますが、ええー、まあ今、あの、バッテリーと切り離して休眠中になってます、本体は。で、レブ1、レブ2は動いていて、えー、レブ2、まあこれ、タカラトミーが開発した月面超、ね、世界最小の月面ロボットって言われてますけれども、こちらの方で撮影した自撮り写真、スリムの。えー、こちらの方が、えー、レブ1経由で、えー、地球に電波で飛ばされてきたということで、無事こちらの方は成功しているという状況です。 s で、えー、スリム本体の太陽電池問題なんですけれども月は、えー、14日で、えー、1日っていうか、まあ、1月っていうんですか、ね、よく分かんないですけれども太陽が昇って降りるのに14日間かかるんですけれども、えー、月のその日の入りが3月日日か2日ぐらいなんですねでそうすると、えー、実はこの太陽電池パネルはどうやら西側に向いてるということで、えー、いわゆる西日が、まあ、2月末から3月。 呃、ついとか、それぐらいの頃に当たってくれれば、当たる可能性はかなりあるということで、そうすると、えー、バッテリーが、太、え、陽、ー、電池パネルが機能して、バッテリー充電されて、スリムのデータがいろいろ、あの、また使えるようになると、えー。そちらはかなり期待したいなというふうに思ってます。カメラで撮って、その分光系っていうんですかね、えー、光の、ね、反射とかで、えー、石の性質を見たりとか、 成分分析ができたりとかするようなあのメカとかも積んでいるようなのでさまざまな成果が期待できるんじゃないかなと思いますしこちらのこのスリムの技術が何がすごいかっていうとこのピンポイントで着陸することによって月の資源探査が、えー、ちゃんとできるようになるってことですね。 で月の資源探査というのは、まあ今一番メインで考えられているのが、月の北極と南極、こちらの方ですね、永久影といって、ええー、まああの、太陽が全く日が差さない部分があってで、そちらにあるクレーターとか、そういったところに永久影というのがあるというふうに言われていて、そちらの方にどうやら氷の形で水があるんじゃないかと。 いうふうに言われておりましてこれを採掘して太陽電池で、えー、電気分解したら水と酸素ができますので燃料にしたり飲用水にしたりとか、えー、そういったことができるということで月面基地そういったところに作ったらいいんじゃないかということが言われておりますまずは多分無人プラントでしょうけれども、まあ、それをやるためにはピンポイントで着陸する必要があると、えー、月は空気ないんで飛行機で遠くに飛ぶこともできないし、えー、月面をただローバーとかで行くしかないんだけれどもそれも限界があるわけで え、数キロメートルだったらいけると思いますけど、何百キロとか多分無理なので、やっぱりピンポイントで着陸する技術って非常に大事なんですね。その技術を日本が初めて、JAXA がですね、初めて、え、成功したということで、これはもう快挙と言わざるを得ないでしょうと。まあ、100点満点とはまではいか、いきませんでしたけれども、僕はもう80点90点上げてもいいんじゃないかなというような成果でございました。